はい、えー、皆さん、えー、こんばんは。えー、今回何かしら言及させていただきたいかというとですね、えー、気になるニュースということで、ぜひとも言及してくださいということをいただきまして、今回言及させていただきたいと思います。エアアジアジャパンね、えー、事業が停止していたエアアジアジャパン、これまだ実際のところね、破産してなかったんです。でこれから破産開始ということで、えー、なるわけです、えー。この件に関してぜひとも言及してくださいといただきました。このチャンネルはね、旅が好きな方多いし、エアアジアジャパンで実際予約されていて、なかなか返金手続きがないというね、 されてないといいとう方も結構いらっコロナ禍で格安、えー、航空会社のエアジアジャパンということで破産会社で新型コロナの影響で昨年事業を停止していたということで帝国データバンクの記事を読ませさせていただいてその後解説させていただきたいと思います自分自身はもともと、ね、あのエアジアに関しては手配したことあったかな、あのーでえー、あとは乗ったこともありますもちろんエアジアジャパンもそうだしエアジアの他のの、ね、ところでも数多くタイの駐在バンコク駐在した時よく乗ってたんだけど その中で記事を読ませていただきます。昨年10月に全路線の廃止を申請、破産を申請していたということで、エアジャジャパンということで、えー、セントレア、常、ま、滑、あのセントレアにある企業、えー、ね、まあ、これは外資なんだけど、まあ、エアジャジャパンということで、日本法人ですね、資本金が83億も結構長くあったと思うんだよね。2月24日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けたということで、 えー、その中で破産犯罪人は、えー、上野泰史、えー、弁護士ということで、えー、これは東京、港区虎ノ門ね、虎ノ門に結構弁護士事務,事務所ってあったりするんだけど、えー、その中で上野法律会計事務所ということで、電話が03-3501-2356ね、電話03-3501-2356、上野,上野の、ね、上野ってあるじゃないですか、あの東京にね、えー、上野法律会計事務所ね。うん ですこの中で当社というのはこれ、エアジャジャパンは2014年、平成26年3月にマレーシアに本社を置く東南アジアを中心に事業展開している大手格安航空会社以下 LCC のエアジャインベスメント・アルミッテッドの子会社たち日本における LCC 事業を目的に設立す。2015年10月に輸送 航空輸送業の、えー、許可を、えー、取得し、中部国際空港を拠点にね、えー、中部国際空港新調整を就航、その後、2019年2月に、えー、その、ね、中部国際空港から新調整を私利用させていただいたんでね、ごめんね。で、えー、その後中部国際空港から台湾ね行く便とか、中部国際から仙台ですね、就航させるなど路線の拡大に加えるということで、収入の拡大を。 測っっていいたととうことで、えー、しかし、まあ搭乗率がね伸び悩み、フル稼働に至らぬ中ということで、えー、その中、2019年12月期には売上高が40億円を計上していたため、外注費などの経費負担が重く、約47億円の最終赤字となるなど、厳しい上を、えー、強いられていたと、だからコロナ起こる前から厳しい状況だったんだよね。えー、その中でまあ 2020年に入ってね新型コロナの感染拡大の影響に4月以降、えー、全備を運休ということで、8月1日には就航延期されていた中部国際空港、福岡の運航が開始されていたほか、他社、えー、他路線もね運航は再開したものの利用客が少ない状況が続いていたということで。 その中で、えー、10月5日に、えー、事業継続困難との判断から、えー、国土交通省に12月5日をもって全路線を廃止する旨の届け出た後ね、11月17日東京地裁破産手続き会を申請ということでしていたわけです。申請時の負債は約217億円ですね。この辺に関してどうしたらいいのかというと、元々旅行会社社員で、まあ、手配もしてきた人間ですから、語らさせていただきたいんだけど、まず、えー、<coughs> 自分自身がね、 ね旧性ノバ、ね、姓の,の件の時もそうなんだけど、その時にノバが潰れちゃったんです。えー、その時に、まあそに、当時はいわゆるハサ、ね、の関罪人が特に置かれてなかったんですよ。だからしばらく連絡つかなかったんだけど、途中で置かれるようになって、そこから連絡つくようになっていったんだけど、えー、その中で、まあねあのー、助けると名乗り出た今の運営会社が、ね、助けるということで、債権の部分で、で債権として、えー、ポイントをね。 持つ形になって、ですねその中で消費していく形になったんだけど、今回、だからまだ、あのいわゆる返金手続きがなされてないって方がいらっしゃると思うんだけど、まあ、正直な話、この破産ですから、全額は戻ってこないでしょうね、今、例えばすでに戻って、まだすでに戻ってきた人はいいんだけど、戻ってきてない人はね、ほとんど戻ってこないんじゃないかなって感じはします。そののの中でで一応私はねこの破産人の上のこの安弁護士とということで 上の法律会計事務所に、ね、電話していいいたただきたいと思いますこれ結構電話が鳴り響くんじゃないか、もちろんねあの、従業員も抱えてると思うから、その中で電話対話しっかりなされてるとは思うんだけど、まあ、ちょっと忙しくなるのかなって感じはします。まある意味、もけれるのって、はうけれるんだけどね。えー、で、えー、その中で、えー、とにかくこのアアジアジャパンということでね、まあ、最後、まあ、ちょっとやっぱりあの時ね、9月の初めに、なんかアアジアジャパンが潰れるんじゃないかって噂もあったんで、 その中で、まあね、あの最後にな,なるかなと思ってね、そのエアジアジャパンに関しては最初で最後だったんだけど、利用させていただきました。だから、アキーラエアジアジャパンでやると出てくる見ていただければと思うんだけど、その中でね、まあマレーシアに本社を置いて、タイのエアアジアなんかよく利用してました。タイの、例えばプーケットとね、えー、ベトナム放ミ民とか、あとタイのバンコクからプーケットとか、えー、タイのバンコクからミャンマーとかね、タイのバンコクからえー、っとシンガポールとか、数多く。 行ってきましたねもバンコクの大地震を往復したりとかね、えー、その中でエアジアに関しては数多く利用させていただいた中で、まあ、LCC いわゆる格安航空会社の中では有料な、えー、航空会社です、えー、その中で、まあ、今このご時世で非常に厳しいし前このね起こる前から赤字だったんですそれから今回の件ではさらに拍車、ね、書をかけていたのは事実ですやはりその格安航空会社なるものね他の航空会社も含めて数多く日本には今ありますのでその中で 確保すするののが非常に難ししかかったのかなったなて感じはしますもちろんインバウンド客という形で、インバウンド客がまあそういった路線を利用することもありますから、そういったところを見込んでいたんだろうけど、まあ、正直、えー、LCC で薄利多倍ですから、その中で乗客がね、結局、搭乗率がの伸びていかないと、非常にちょっと厳しいのがね、利益率が低いからね、厳しいのが実情だったのかなって感じがします。 えなのでまあ今回ね、マイアジア、ジャパンということで、残念ながらまあ破産という形になりましたけど、まあ、今現在、返金がなされてない方、非常に厳しいと思うんだけど、えー、とにかくその上の法律会計事務所ね、えー、虎の門にあるところで、ちょっと電話していただければと思います。 こういった航空会社の問題、今まで70社以上、もともと旅行会社の社員として手配してきた人間ですね、コンピューター使って、んで,でその中で、今まで70社以上、自身で70社以上、190本以上、200本近くのね飛行機乗ってきた自分ですけど、こういった飛行機ネタ、航空系ネタもね、これから登場レポも含めて扱っていきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。